向こうも派手にやってるね。ま、あの PK たちじゃ三楽君を倒すのは無理だろうけど。シャンフロで戦ってみてよりはっきりした。ジャンルを問わず、あらゆるクソなゲームで磨かれた三楽君のプレイスキルは、ユニークアイテムや高レベルステータス以上に価値がある。そしてそれはここシャングリラフロンティアでは大きな武器になる。カッツ君もシャンフロ始めたらしいし、三楽君がいればあの計画も現実味が。あれはサイガゼロ。園長さんに続いてアタックホルダーも釣れるなんて、三楽